三島市在住の絵本作家、宮西達也さんが今、地元の小学校を巡回して絵本の読み聞かせを行っています。僕が絵本を読みながらアハハハハハって笑ってたら、妹も絵本を読みながらアハハハハハって笑った。本が逆さまだった。宮西達也さんはお父さんはウルトラマンやお前うまそうだななどの作品で知られる人気絵本作家で、毎年市内の小学校で読み聞かせをしていますが、今年は希望があった特別支援学級を対象に実施しています。今日は南小学校で行われ、宮西さんがユーモアたっぷりに読み聞かせると、子どもたちは優しさあふれる宮西ワールドに引き込まれていました。この読み聞かせは今後三島市内の小学校4校で実施されます。